調子乗ってんじゃねえよ。I thought we could take him out before that happened, but apparently not. Man, that was legs first. That is not how they do it in wrestling. I wasn't sure if that was gonna work or not. Doesn't that mean I still keep all my items as well? Did it load before that? I should check. What なんだよこいつ。こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか。いえ、さよも忘れてください。じゃ。これからは仲良くしてもらおうかな。いたたたたたたた痛いさ、肩が。ちょ、八神さん。みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生は、その放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。みこしばは甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。一年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。みこしばには両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。みこしば先生のことなら She wouldn't talk to us. Sawa 先生が言うには、みこしばは優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか。いや、沢って実習中、な
んかずっと三越場先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越場先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越場先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だと。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。Yeah, she wouldn't, 私は英語を教えてただけですが、ミコシバ君は成績優秀でいい子でした。Yeah, she was very dismissive of him. この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生がミコシバを本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。We need to eat. The screen's flashing. Yeah, we need to eat. Tiger, when to use Tiger? Thanks. I'll continue socking in my own way. Thank you, game. Okay. I don't know why I bothered picking that up. I don't know why you would. What are they good for? Do they have any use? Can we sell them? It's like, where do they go? Do they just go miscellany? Twig. Usable as a material. Cigarette butt. Usable as a material. For what? What are you going to craft out of a cigarette butt? Second floor? I don't know. Yes, apparently. So she's gonna be down here. Oh, she's still in here. A couple of teachers are. She's not. Someone is. Sawa-sensei, もうお帰りですか? She was summoned.じゃあ理事長室。ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか。どうも。I can't go through that. どこだ? Won't let me look through the laptop. なんだ? Let's just look at the floor. Can we look at that as well? Oh, it won't let me do that? Come on. I was kind of hoping we'd have to, like, click on each individually, you know? Yeah, so I thought it was going to be the bully dude as well. Oh, I wanted that item! Scheiße.
失礼。矢上さん、彼らは神奈川県警です。三越場君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか。あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越場君は、He looks like, もう生きていないんですね。やはりそうなんですか。He probably doesn't at all because I haven't. But, Camelot's old lead singer. Old lead singer, is he still with him? Possibly. Singer for Camelot, anyway, on the Haunting album. Ghost Opera? I don't know, man. It's been years since I even thought about that band. I don't know where that came from. Mikoshiba Hiro. Muzan na tasatai to natte hakken sareta彼のその人物像が矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越場は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、But it's not his picture on the desk. そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。Chapter 3. We are not progressing very fast in this one, unfortunately. I haven't had a lot of time. Well, surely they would withhold information if they don't know everything themselves. I don't know how much they'd spread out. Just got out of a room with police and the school chairman, and now we're gonna like ambush her around the corner. Yagami-san, ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越場君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを引き出そうとしてたんでしょ。ええ、でもほらここじゃ何ですから。なんで早く言ってくれなかったんですか。三越場君が事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか。それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました。そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、I'm a busy guy. 警察は誰が三越場君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越場君が殺されてたということだけです。
何日か前、異人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越場くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。うん、あの、何か。三越場くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生。え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えている江原明弘です。当時三越場くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさかあんな痴漢で捕まるような人が。 He's not very good at keeping info to himself, is he? 何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越場博の殺害に絡んでる可能性があります。Are we allowed to be telling them that? 2ヶ月前、痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、異人町のフランシュタイを三越場だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃあ、あの江原さんが三越場君を殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？ But I know things. That's what I do. I drink and I know things. 情報はギブアンドテイクでいきません。え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった高田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。 Yeah, she's very dismissive and passive considering how much information we're giving her。田代君です。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原田代君です。そうですね。すみません。まだ仕事が残ってるので。先生。今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。うん。All right. Wait. What was that ping?I don't know what that ping was. Maybe that was just us getting near the place we need to go. もしもし？あ、俺、今やっと学校出たとこ。海藤さん、どうしてんの？飲み歩いてるよ。三軒目に来たとこだ。つまり、今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもは何かのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。何かのシステム？
バズーリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする、お前はこっちと合流すっか。いや、この後沢先生と待ち合わせ。 Don't tell him that。 はタボーよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい。酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか仕込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。You'd have been better off not telling him. Okay, where are we going? It's not far, is it? It's just down here. Yeah. I mean, I... What? Oh, that's a... hangout spot, yeah. Squirrel search. What is a squirrel search? I said this last time or before. Important facility? I don't want to get too into the side stuff at the minute. Because I really want to unlock some more side stuff and get some more areas unlocked and progress a bit so that when we start doing some side stuff, we can do chunks of it. Can I grind on a car? No. I wish you could hang on to the back of a car and get pulled along. They used to let you do that in Jet Set Radio. Way back when. Ooh, food. I should get some food. Oh my god. Oh, I don't need food. I've got full HP. I'll probably need food after these guys, but... How do we do the parry? I thought it was just before they hit you, you pressed L1, but that doesn't seem to be working. We're gonna take a look anyway. What do you got? It's a little coffee shop. いらっしゃいませ。 Pocket Cafe. Look at that latte. What the hell? What an odd thing to have on a menu. They've just got, you know, pastries, scone, desserts, tea. Faster. I don't need it. Cancel again. ありがとうございました。 How very formal. Oh shit. There's a car there. See what Sakuma has got to say to us. Oh yeah, Yagami 氏、ようやくご帰還で、海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫。杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に Yagami 氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に星稜高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも。その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。
それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。Yeah, it's the same photo, and I'm on the same person. その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。何だって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。矢上氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、It wasn't creepy at all. パワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されているのは、Thought I saw a stuntman out on the town.But it was a rat man. 人情のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集、トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー。 SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ、我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。ま、そう思惑通りに行くかどうかは試してみないと分かりませんがね。な、つくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので、試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ。俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速、矢上氏のスマホでも使えるよう、僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ、頼むよ。これでよしと。どうぞ。どれどれ？ん？
なんかごちゃごちゃしててよくわからないな。どこに行けばいいんだ。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ。その AI っていうのがやってくれんの。いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほら、このようにいろいろワードがあるな。さて、問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速、探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ。ちょっと事件の匂いがする。おほー、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。絞り込めたようですな。気な臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。The Buzz Researcher. Hacking to chat at the world famous social media app. We can view daily posts from the citizens of Kamurocho and Ejincho. My phone's gonna buzz when a new keyword starts trending. よし、そうと分かった。早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏、少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますので、お使いくだされ。これは？高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー。有効活用させてもらうよ。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、こちらについては、Let's unlock some more side stuff to do. 楽しみにしてる。The noise amp. Point this in any direction to pinpoint the source of a sound.We got a keyword, arachnid man. Excuse me. Valuables are important for progressing through the story. Okay. Oh, they can't be sold or discarded.So, with the, wait, how do we use the sound thing? I thought it was on here. Oh, gadgets. There we go. Noise amp. So we can surely just do that. Yeah, we. Okay, cool.